死ぬ。まだだ、まだ立っている。幸せ者が来いよ。なんとバキが、のついにファイトを楽しめ。出たぞ必殺噛みつき。ついに悪魔の牙が獲物を捕らえた。上腕動脈をやられたな。ってことは出血が致命傷となる。戦闘不能になるまでおそらく出血多量により立っていられなくなる。大出血にもかかわらず構え直した。どんな窮地に陥ってもハンマーバキは二人にはもう時間は残されていない。いった。一番強かったからどうだって言うの。あなたたちは大馬鹿よ。うるせえ女だ。ああ言ってるぜ。やめるかい。オーケー、これで終わりだ。止まった。耐えている、支えている。うわ、ひも切りだ。貴様どこだ。こんな伝説のアームブリーカーだ。おった、なぜそこまで強くなってしまったんだ。残念だ。あれは、やはりマックシングか。ジャック。左腕までいかれちまったよ。ドーピングに次ぐドーピング。もう俺は、どうしたことだ。ジャック選手に何が。マックシング、その果てにあるものは。試合は終わりだ。ドクターの指示に従いたまえ。うちの科学者にはたどり着けぬ境地がある。
薬物を凌駕する例外の存在、日に30時間の鍛錬という矛盾のみを条件に十数年、その拷問に耐え奇跡を生んだのだ。あと1分か。まだやれるのかよ。おい、この奇跡の肉体で俺は安間裕次郎の前に立つ。うわいや、高校というよりはあまりにも凄惨、壮絶、絶対的。調子に乗り上がって、最後の技です。その時あなたが立っていたら、あなたの勝ちだ。フロントネックロックだ。僕のどこにこんな力が。あと30秒、あと20秒耐えたならば。おっと、ジャックが腰を落として防御の体勢。あと10秒。バキーバキーバキー。浮いた浮いた、浮き上がった。それとも弟か。な、何、なんだあれ。鬼、鬼の顔だ。ようやった、ようやった。これ止血じゃ。これはお前のものだ。バキ。兄さん。お前が、お前が決まった。若干17歳、ハンマーバクが。東京ドーム地下闘技場、負傷者の数は参加者全員と言っていいでしょう。